27年に台湾侵攻、習主席が準備指示、えー、米インド太平洋軍アキリーの司令官と、はい、これ、朝日新聞の本当になんかちょっとした記事、うん、であったんですけど、これ、結構重要な記事なんじゃないかなと思います。来日中のアキリーの米インド太平洋軍司令官は23日、東京都内で一部メディアと懇談し、中国による台湾侵攻の可能性について、えー、習近平国家主席が軍に対し、 2027年に実行する準備を進めるよう指示しているとして、うん、習氏が軍に指示すれば、えー、軍は乗り出すとの見方を示した米中央情報局 CIA 長官も昨年2月習氏が27年までの、えー、台湾侵攻に向けた準備を指示していると言及している中国が24年国防予算を前年比7.2%増と公表していることについては、えー、宣伝されている数字は信じられず 実際は大幅に超えているはずだとし経済の低迷にもかかわらず軍事に投資するとの意,見意識的決定が行われていると懸念を示したとさらにその中国とロシアの連携が進んでいて、うん、インド太平洋地域の懸念として横たわっているという話ですね、うんはい、で日米両国が軍事的に統合して次のステップに進むことには、まあ、これはもちろん正しい道だということで歓迎を示しているということなんですが。 こういう情報ってね、さっきの CIA 長官の話にもあったんですけどこれ本当にあるんじゃないかなっていう。いや、というのはやっぱアメリカってウクライナ侵攻も察知してたじゃないですか知ってましたしあとロシアのねクーデターじゃなくてテロ活動あれもテロも知ってましたからねねそうですだからそれでこれまさに今読んでた本。 やっぱ合致するんですけどこの「シギント」っていう本があるんですけど「シギント最強のインテリジェンス」江崎さんと重田忠さん公開された情報での分析ですよね。そうなんですよ、ということで日本はこの「シギント」っていう平たく言うと「盗聴」とかだからアメリカで言うと「NSA」とか「シギント」じゃなくて「シギント」の本でごめんなさい。 盗聴とかですね NSA とかがやってるようなそのものについては日本ではなかなかできてないと、はい、なかなかというかその根拠になるようなその組織というかその法律だったりとかその辺の整備がえされていないというのでまあこれ非常にえ懸念を示している「基礎から学べる」という本なんですけどもやっぱりそのアメリカとかって各国で情報を取りまくってるわけじゃないですかだからこそ強いんですよねそのロシアのことも分かってるし、まあ、もちろんすべてが正確ではないと思いますけど、はい。はいはい まあその中国の動向についても、うん、だからそういうのを分析した結果、うん、この2027年というのは、はい、まあだから未来の話だから、はいあの、これからやめる可能性もありますけれども、はい、まあそっちのほうに向かってるというのは、われわれ日本人としても警戒をしておく必要はありますよね。はいねはい、これ、非常にだから、なんか、ちょうどなんかタイミング的に、すべ、はい、てが合致したなっていう内容ではあるんですか、はい、いや可能性はありますね。だって日本とアメリカはもちろん、うん どんどん同盟強くしてますけど、はい、今度フィリピン入れていくとか、うん、でインドとも組むとかあとまあもちろんオーストラリアもあるし、うん、イギリスも入ってくるとかカナダも入るとか、うん、いろいろいろんな形の同盟をどんどん作ってるじゃないですか、うん、だからそれを考えると中国としてはちょっと早めに行かないと、うん、早めに準備して早めに行かないとそうです、ね、あのー、周り締め上げが強くなるなというのは見えてると思うんですよ。ああ、うん、あとまあ、半導体もね、あのー、止めたり 緩めたりとか今してますんでね。半導体入れなくなるとやっぱ中国も厳しいですからね。はい。そうですね。だからさっきあの和田さん言ってましたけど、その中国の車、電気自動車とかで、あのデータ抜かれるっていう話ありましたけど、それもやっぱり非常に重要なデータになってくるわけですね。なるんですよ。はい。まあそれが多分今のティックトック禁止とかにもつながってると思うし、だからアメリカはアメリカで相当各国の情報を取りまくってるから。 だから中国もその感覚で来てるというのは理解してるし、はい、だからこそ TikTok とか、うん、まあそういうアプリ、はい、からの情報漏えいを防ごうと、うん、まあファーウェイだったりとか ZTE、はいえー、でしたっけですね。とかの、えー、排除に向かってるんじゃないかなと。 その通りですね。アメリカはやっぱ各国からいろんな情報を取ってるかゆえに、うん、中国がどうやって取ってるかもわかるわけですよ。はい。<laughs> あのドロボウ同士は手口はわかるわけですよね。はい。あいつ取る気だなって、えー、あの自分が取ってるから、あいつ盗むだろうって見えちゃうわけですね。はい、日本は取らないから、相手も取らないだろうと思っちゃうって悪い癖があるんですよね。はい、日本人をもっと盗っとんとなっていかないと、うん、ハッカーっていうのはね、相手を攻撃しないと。 守れないんですよそうですねどういう手口か知らないと守りもなかなかうまくいかない,い、はい、そうそうで、だかぐらいしていかないと、うんあのー、自分のところのシステムを守ることもできないんですよね。うん、そ,うそれまさにこの本で指摘されていたところでなんかやっぱ正々堂々みたいなところって日本人あるじゃないですかだけど結構各国もう盗みまくってますよう、はい、そうそう,そう,そ,ういやそういう状況で、うん、じゃあアメリカもダメじゃんって言われたら、うん、確かにその通りなんだけど、はい、じゃあその中国とアメリカ、うんはい 泥棒どっちの泥棒がまだましですかって言ったらアメリカの方がまだましなわけですそうなんですよだから日本としてはそっちと組んで中国と向き合っていかなければいけないということだと思うしもっとなんか世界標準で考えていくべきなんじゃないかなとですよ私銀とってのは盗聴とかそっちでおしにとってのは公開情報であるっていうそうですけど CIA みたいな組織もないですからね。 そうなんちょっと早く、ねあのー、そういうシンクタンクとか、うんあのー、CIA とかそういうのを作って欲しいですね。そうですね、はい、ただやっぱりもう、ね、アメリカに比べると何十年も遅れてる、うん、これ話なので、はい、急に。その 満足いくものが作れるのかって言ったら難しいですし、やっぱアメリカと連携してやっていくしかないんだなと。いやもうそうです。もちろんその理想としては日本独自で、えすべて軍事からそういう情報から、え情報から、えまかっていくのが理想ではあるんだけど、えこれからって人口も減っていくし、これ無理じゃねっていうところになっていくので、まあそのアメリカなんかをうまく活用しつつやっていくしかないのかなと。 いううことでですすよねそうですねそやっぱり移民をある程度入れていくしか、うん、やっぱ本当の意味では国防って難しいかなとはぶっちゃけ思いますすねねそうです、ね、あの犯罪は増えるけれども、うん、やっぱり GDP 上げていくっていうのとか国をやっぱり維持する、うん、あの下がっていくのを止めながらですよ、うん、下がるんですよ。 下ががるのを止めななならいいかきゃけですよね急激に下がるともうこれインフラも何も全部終わっちゃうんでそれはもうそろそろ認めましょうよというふうに僕は思いますけどねだからんか昔の記憶で日本が上り調子の記憶しかない人からすると今の現状って信じられないとは思うんですけどもうそ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 ういう時代じゃないんですってでですねまあちょっと今触れたので続けてやりたいんですが。 米事業1年以内に売却を TikTok 禁止法案可決というのもニュースになっていまして米国で中国短編動画投稿アプリ TikTok が禁止される可能性が出てきた米議会上院は23日親会社の中国 IT 大手バイトダンスが最長1年以内に TikTok の米事業を売却しなければ国内でのアプリ配信を禁止する法案を可決。 はい、バイトダンスを通じて米国の情報が中国当局に流れ安全保障上の脅威になると判断したということですねこれバイデン大統領も署名して、えー、まあ成立するんじゃないかとこれがねまともな国ですよ、うん、自分たちが危ないなっていうのがあったらやっぱちょっと泳がせすぎたなアメリカでもねこうやって泳がせすぎたなっていうのはあるんですけど、はいうん、こんな危険なものをやめさせるんだっていうそうですね、これやっぱあのなんでこうなったのかっていうと人気だからなんですよね。そそうですだからその 人気ないアプリだったらこんな法律作るほどのものでもないんですけどやっぱユーザーが多いからあらゆる階層に広がっているからこそここまでの強い措置に出てるんじゃないかなとやっぱその源泉となってるのは情報が取られるっていういろんな情報取られてしまうからこうなったということだしあともう一個 TikTok を禁止させようっていう動きがちょっと出た時に TikTok 側が。 その住んでる地域の,、はい、あの議員に対して電話して TikTok 残してくれっていうのをするためのアプリのところにボタンが出てきたんですよ。<ー>それで TikTok 愛好者がやめるのやだからみんんなが電話したんですよ、うんはい、それで議員たちが「なんだこの電話」ってって怒って <laughs> あこうやって T 中国側はこの国をコントロールしようとしてるんだなっていうの逆にバレちゃったんですよ。はい、それでもう みんな一致して会員が通過したんですよ。はい、でまだ迷ってた人もいたんですよ。うん、でもこんなことしてくるんだ。ちょっとなんか保守党支持者みたいな感じで。突突突やり <laughs> 出したんですよ。だから本当にすでにやっぱりあのー、何アメリカ人をコントロールするつもりでこのアプリを作ってるんだっていうのが証明されたんで。うん それで一気に物事が進んだっていうまあその伝突に限らず、はい、まあツイッターでの凸とかそういうのってやっぱ逆効果になることもありますからね,ありますねこんなになんか攻撃的な人がたくさんいて、はいうん、あやっぱり必要な法律だってなる可能性だってあるわけですし。 まあちょっと読み違えてしまったのかなそこなんか中国のお茶目なところですよねやりすぎちゃうっていう。中国はねしかも俺たちやってねえとか言いながら中国大使館動いてるんですよあのこれはシンガポールの会社で中国共産党と関係ないとか言いながら中国共産党がやっぱ TikTok を抽出するのは良くない中国大使館動いてるっていう本当はあいつらあの単細胞わかりやすいですよね そういうところがまだアメリカとは差が大分あるのかなっていう感じですよね。そうそう <laughs> バレバレだろってう多、ん、い。はい、わかりやすい,ってい。はい。